はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はカリフラワーのペペロンチーノを作ります。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、カリフラワー、からすみ、イタリアンパセリ、ニンニク、唐辛子、エクストラバージンオリーブオイル、鮎の魚醤です。はい、それでは今日なんですけど、出版記念ということで、この表紙にもなってるカリフラワーのペペロンチーノを作っていくんですけど、このカリフラワーのペペロンチーノって僕はイタリア時代から結構作り続けている料理で、カリフラワーって結構僕もイタリアに行くまではカリフラワーってそんなにいいイメージがなかったというか、美味しいイメージがなかったんですけど、イタリアに行ってそのカリフラワーの美味しさを知って、それで生まれたお皿がこれなんですね。で、シンプルなオイルベースのペペロンチーノに、カリフラワーのピュレとカリフラワーの生をスライスして炙ったものを上に乗せるっていうような、ちょっとイタリア的な一皿なので、この表紙に、今回表紙になってます。で、これを、このペペロンチーノをこれから作っていきます。はい、それではまずは、カリフラワーを掃除していきます。これ掃除するときにポイントなのが、ボウルを用意するってことなんですけど、これカリフラワーとかブロッコリーとかに使える基本的な掃除なんですけど、基本的にこう1個で掃除するときってこれバラしていくのでバラバラになるじゃないですか。なのでまずはボウルを準備して、でこうカリフラワーとかを裏返しにして、で取れるところはこうある程度まで取ってしまって、であとはこのペティナイフとか包丁を入れて、あとは回すだけですね。回すと、回しながらこうやると外側の葉も取れるんですけど、それと一緒にカリフラワーもこうやってこの状態ですね。まずはこうやって掃除してあげるのが汚れないし綺麗にできますね。で、このカリフラワーをこれでこうやって外していくんですけど、そしたらばらせるので、この状態でカリフラワーの基本的な掃除ですね。で、これを、ピュレですね、ピュレにしていくんですけど、イタリア語でピュレとかのことをプレアって言います。なんで今日は、カリフラワーなのでプレアディカボルフィオレ、カリフラワーのピュレを作っていくのと、あとはカリフラワーって結構日本じゃ生食されないんですけど、欧米とかヨーロッパじゃサラダで、インサラータって言ってサラダで結構生食する、食べ物なので、生でも食べても美味しいんですよね。で、カリフラワーのこのつぼみの部分とこの茎の部分ってあるじゃないですか。このくぼみのつぼみだこのつぼみの部分がちょっとほろ苦くて、この芯の部分が甘いって言われてるので、今日スライスにして芯の部分を露出させてスライスしてあげるとより甘みが立つので、スライスしていきます。で、スライスのこの個数なんですけど、上に盛り付けるだけなので、だいたい1個から2個ぐらいで、多分 1.5 個ぐらいなんですけど、それをスライスにしていきます。で、スライスの仕方なんですけど、最初にまずは包丁で半分に切って、で、開く。そうするとカリフラワーの断面が露出されるので、ここで切れる包丁があったらこのままスライスしていってもいいんですけど、そうでない場合はスライサーとかですね。で、今日は僕は便利なを使います。便利なで、で、なるべく薄すぎないぐらいですねにスライス、このまま繊維に沿ってスライスすると、で、端の部分はピュレに、プレアに回していきます。大体7、8枚ぐらいですね。で、スライスしたカリフラワーを一旦バットに並べて、で、この状態でエクストラバージンオリーブオイルで軽くマリネをして、で、最後に仕上げの時に塩で味付けをして、バーナーで炙ってのせるっていうやり方をします。これでちょっと置いときます。で、カリフラワーはできるだけ早く湯がきたいので、でかいやつだけ
半割りぐらいにして、で火の通りを早くしてあげる。はい、それではこのカリフラワーを、茹でていきます。で茹でる時に結構強めの塩で湯がいとかなきゃいけなくて、ピュレにする時って野菜とかってもうこの茹で汁だけで、この野菜単体の味をしっかりと決めていかなきゃいけないので、強めの塩ですね。で本では 1.4% って書いてあるのかな、多分それぐらいのしっかりとした塩の中で、これがこのカリフラワーがグズグズに柔らかくなるまで茹でていきます。はい、でカリフラワーもこれ料理によって今日はもうパスタですぐピュレを合わせてしまうので、アク抜きだったりとか、そのレモン入れたりとか、小麦粉入れるとアクが取れるっていうんですけど、そういうやり方したりするんですけど、今日ダイレクトにこの茹で汁でピュレプレアにしていくってやり方をするので、このままダイレクトで茹でてます。あとこの本書でも使ってるんですけど、からすみですね。これ1本そのままあるんですけど、これもからすみはない場合はかけなくても大丈夫なんですけど、よりこのレストランのお皿とか、ちょっといいところのお皿って考えたら、からすみかけた相性がいいので、からすみこのカリフラワーのスライスに合わせて、からすみも極薄に、でそれも一緒に重ねるっていうやり方をします。でそれではニンニクと板パセを切っていくんですけど、これはカリフラワーのピュレが下に引かれるので、全体のお皿のバランスを考えると、茹で汁だったりとか乳化のペペロンチーノを作るよりはオイルベースのちょっと乾いた感じのパスタでやるのがポイントですね。それでもうニンニクと板パセをみじん切りにしていきます。これも切り方はもうその日の自分のどれぐらいのパンチが効いたペペロンチーノ食べたいかによるので、今日はちょっと僕はパンチが効いたの食べたいんで、叩くようなみじん切りで切っていきます。実はこのレシピってかなり僕にとって思い入れがあるレシピで、独立して一番最初に上げた動画がこのカリフラワーのペペロンチーノだったんですよね。なんでここら辺にも今出てると思うんですけど、当初は本当に僕も始めたばっかりすごい表情も暗かったし、撮影のその技術っていうのも全く初心者で始めてやっていたので、もう技術もなかったし、であとはもう機材とかももう何も揃ってない状態やったりとか、本当にギリギリ本当にギリギリの状態でやってたので、僕は愛の魚醤も買えなくてナンプラーでやってたんですよね。それぐらいのギリギリでやって、で今やっと本の出版までこうやってありがたいことにお声がかけていただいて、もう本当に視聴者の皆様のおかげだと思ってます。はい、なんで恥ずかしいような動画ではあるんですけど、やっぱりあの動画って僕の原点でもあるので、その原点のものと今の比べて見ていただいたらより楽しめるんじゃないかなって思います。でこれはフライパンに入れておきます。あとは辛さももうお好みで、辛いのがいい方は最初から入れる、あとはもっとピリ辛がいい方はこうちぎって入れるっていうやり方をします。で今日はこの丸のまま入れるやり方ですね。であとは最初にイタリアンパセリです。これも刻んでおきます。カリフラワーが主役のパスタなので、ちょっと板パセは気持ち細かめにみじん切りしておく。はい、それではこれで材料のカットが終了です。それではだいぶカリフラワーが柔らかくなったんですけど、必ず一回味見をして、で味見した時に美味しい状態ですね。だからしっかりと塩が入った状態、それで目安なんですけど、こう木べらかなんかでカリフラワーをやった時にすぐに崩れるぐらい湯がかないといけないんですよね。それでないとピュレにした時に綺麗なピュレにならないので、もうちょっと茹でていきます。はい、それではカリフラワーがグズグズに湯がったので、これでピュレにしていきます。これも入れる容器なんですけど、
回していく容器なんですけど、何でもいいんですけど、もうミキサーがある方はミキサーでそのまま回していただいて、僕はあのブレンダーなんで、まあ、これに入れてやるっちゃやるんですけど、ポイントなのはこの熱々の状態ですぐ回すってことですね。それとあとはつなぎの少量のゆで汁ですね、大さじ1杯ぐらい入れて回してあげると、これ回します。こんな感じでしっかりと回してあげると、こうするともう最高に滑らかなプレアが完成です。生クリームが入ってるんじゃないかっていうぐらい滑らかなんですけど、これカリフラワーでやるとこんな感じになります。でこれは後でパスタの下に敷いていくので、これスタンバイ OK です。であと麺を茹でていきます。で麺も本当おすすめなのは、本にも書いてあるんですけど、 2.2 ミリのかなりあの太めの、 2.2 ミリじゃなくてもいいんですけど、太めのパスタでやっていただくのが一番おすすめですね。で11分茹でていきます。で茹でてる間に、でオイルベースのパスタですね、ペペロンチーノ、これはもうあの加熱して 3,4 分ぐらいで出来上がるソースなので、本当簡単ですね。はい、それではニンニクと唐辛子とオリーブオイルが入ったので、これで加熱していきます。ではニンニクがふすふす沸いてた、ではニンニクがふすふす沸いてきたので、この あのパスタはペペロンチーノなんですけど、カリフラワーの白い旨味が中心になってくるので、そこまで香ばしくはつけないで、また軽く色がつくかつかないかぐらいで止めてあげます。でニンニクから水分を抜いて、で香りが立ってきたら、ここで先ほど切ったイタリアンパセリ入れて、で火を切ります。でパセリを入れて、そしたらここで僕のオイルベースのこのパスタのポイントなんですけど、ここで旨味の鮎の魚醤が少量入ります。これでオイルベースの中に入れといて、はいはいはい、この状態でスタンバイ OK です。あとはもう茹で上がったパスタを和えるだけで、プレアを敷いてパスタを上に盛り付けて、で最後に盛り付けるカリフラワーを今から炙っていきます。でまずは塩を軽く当てて、ここでバーナーで炙ります。はい、それではしっかり炙ったので、これで最後盛り付けで使っていきます。はい、それでは麺が良かったので合わせていきます。で合わせます。ここは火はかけないです。もうかけないで和えるだけ。大体ちょっとオイルも少なめなんですね。少なめで全体的なお皿の水分量のバランスをとって、これでしっかり麺が絡んだので盛り付けていきます。はい、いただきます。このパスタの楽しみ方なんですけど、まずはオイルベースのパスタ楽しんで、うん、ちょっと上の炙ったカリフラワーと一緒に、うん、であとはちょっと徐々にこのカリフラワーのピューレをこう混ぜながら一緒に食べると最高ですね。今回は初めて本の出版させていただいたんですけど、
うちらの執筆とか作業って一人の作業、一人の仕事なので、すごい大変なことって、まあ時間もかかったし大変なことっていうのはあったんですけど、まあなんか自分に向いてるなっていうか、一人こうこもって考えたりだったりとか、料理とかコラムとかも自分でこう考えてやるっていうのも、という個人的には好きな仕事であったんで、また機会があったら、やってみたいなって思いますね。はい、ごちそうさまです。はい、このカリフラワーのパスタなんですけど、本当に美味しいパスタになってるので、よかったら挑戦してみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。